俺の名前はアニク・ナラヤ、24歳。お客さん、どちらまで？インドの首都デリーでタクシードライバーをしている。儲けは少ないけどね。今年になって新型コロナウイルスが爆発的に広まり、ステイホームが世界中の合言葉になったね。ここインドも例外ではなく、特に首都デリーは人や車が密集しごった返している。俺も人々との濃厚な接触を避けるべく、しばらく故郷に帰ろうかななんて考えている。アニック、そろそろ一度戻っておいで。母さん、仕事もあるし検討中だよ。ま、観光客も激減してるし、この際帰省するのもまあ悪くないかもな。ところで俺は今デリーで2人の同居人と部屋をシェアしている。おかえりアニク。なあ、ただいま。デリーは他の都市より物価が高い。低収入の俺たちにとってルームシェアは都合がいい。俺はコロナ対策のためしばらく故郷へ帰ることを決心し。おい、帰るっていつ戻ってくるんだ？心配すんなって。すぐだよすぐ。その旨をルームメイトに告げた。俺の故郷はインド北部にあるウッタルプラデーシュ州。よく帰ってきたわね、アニク。ガジャン、やっぱり実家はいいね。俺はスマートフォンをオフにしてしばらく故郷での生活を堪能することにした。そして3ヶ月が経ち、コロナ騒動も収まってきた頃、ガジャン、俺そろそろデリーに戻るわ。そうかい、残念だね。そろそろ金も尽きてきたし、仕事も再開しなくっちゃね。そして俺は意気揚々とデリーへの家路を急いだ。到着し、部屋のドアを開けると、ただいま。お、なんかルームメイトたちの様子が変だ。二人は俺の長旅をねぎらうこともなく。おい、アニク、一体何ヶ月留守にしてたんだ。お前の家賃を俺たちが払ってたんだぞ。その分を返せ、今すぐ。なんと俺に詰め寄ってきたのだ。はあ、俺は驚愕した。俺はここ3ヶ月留守にしてたんだぞ。不在時の家賃を払う必要なんてないだろう。ふざけんな、俺たちはお前の分まで家賃を払ってやってたんだぞ。めちゃくちゃ激高してきた。口論は続き、深夜になっても終わらなかった。明日必ず支払え、そして出ていけ。こいつらグルになって俺をはめようとしやがって、許せねえ。俺の中でこらえようのない怒りがふつふつと湧き上がっていた。俺はあいつらをまとめて殺してやろうと決心した。俺は悪くない。悪いのはあいつらだ。ルームメイトたちが寝静まるのを待った。真夜中、あいつらのいびきが聞こえてきたので、俺を陥れようとした罰だ。地獄を見せてやるからな。俺は右手にナイフを握りしめ、寝床へ向かった。ベッドでぐっそり眠る二人を前に、俺は天高くナイフを振り上げ、死ねえ、うら！いやー！ルームメイトを交互に突き刺していった。俺に非常な命令をした罰だ。二人を何度も何度も突き刺した。ぬるる。ベッドはみるみる赤黒く染まり、二人は生き絶えた。そして俺はハッと我に返った。まずい、逃げないと。俺はルームメイト二人の遺体を残して再びデリーを離れることにした。とはいえ行くあてなどない。あら、お肉、また帰ってきたのかい？ああ、まだ感染のリスクが高そうだからね。俺が向かった先は実家だった。母に人を殺したなんて言えないが、ああ国じゃ殺人なんて日常茶飯事。俺はもうこの故郷で潜伏するほかない。幸い田舎だし、警察もここまでは追ってこないだろう。しかし3日も経たずに、見つけたぞ兄貴、お前を殺人容疑で逮捕する。急に警察が実家まで乗り込んできたのだ。俺は大きなミスをした。そう、同居人2人の遺体を放置したまま出てきてしまったのだ。連絡がつかないことに心配した奴らの会社の人間たちがあの家を押しかけたのだろう。こうして俺は逮捕され、警察に連行された。やめろ、話せ、俺は悪くない。黙れ、おとなしくしろ。兄貴、なんでこんなことに。あまりに突然のことにパニック状態となる母ちゃんの目の前で、抵抗むなしく俺は殺人罪で牢獄にぶち込まれた。俺は3ヶ月あの家を留守にしていたんだぜ。なのに家賃を払うなんておかしいだろ。コロナ対策で実家へ戻っていただけなのに、理不尽すぎるよな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。